こんにちは、粟田洋介です。今日は T シャツにアクリル絵の具で絵を描いていきます。以前に3本 T シャツに絵を描く方法の動画を作っているんですけど、その時は T ペンっていう T シャツとか布に描く専用の画材も併用して使っていました。で、今日はアクリル絵の具だけを使って私が T シャツに絵を描いている方法を紹介します。今日は T シャツを用意しました。白い T シャツです。で、T シャツのこの中にちょっと下敷きになるものを入れるんですけど、今日はこのクリアファイルを用意しました。このクリアファイルをこの T シャツの中に入れます。それで各部分にこの部分ですね、この四角くこんな感じでクリアファイルを入れました。そうすることによってここが平らになるのと、この T シャツの裏の部分にですね、絵の具が映ってしまうのを防止します。クリアファイルじゃなくても映らなくするものなら何でもいいです。だから厚紙とかでもいいんですけど、厚紙を使った場合のリスクなんですけど、絵の具が乾いた時に、これが紙だった場合、絵の具がついた布をこうやって剥がす時に紙が一緒に剥がれて T シャツの裏の部分に紙がバッチリ貼り付いてしまうことがあります。まあつかない時もありますけど、そういうことにならないように、プラスチックならここがもし貼り付いちゃってもシュッて剥がれます。ではね、ちょっと前置きが長くなりましたが、絵を描いていきます。絵を描く前に絵を描く位置を決めます。絵を描く部分にちゃんと下敷きが当たるようにこうやって下敷きを動かします。まあ T シャツのどこに描いてもいいんですけど、今日はこの辺に描こうと思います。ここに下敷きを入れたら折って、折らなくてもいいんですけど折って分かりやすくします。まあこのまま描いちゃえばいいんですけど、一応これで挟みます。別の T シャツの動画でこういう感じにして絵を描いたんですけど、なんかバランスが悪くなってしまったので、今回はしっかり確認して下準備をします。この辺ですね、描くのね。で、今度は絵の具ですね。ちょっと大事になってくるのが絵の具の水加減です。布に描くためのファブリックメディウムというものがあるんですけど、アクリル絵の具で絵を描くときはこれは特に必要ありません。で、今日はこれを使いません。ちょっとシルバーを入れてみます。ちょっと大事になるのが水加減です。ほんのちょっと今水を入れました。で、こういう感じで水を絵の具と同じぐらいの量に入れて、まだこんな感じなんですが、もうちょっとあとこれの2倍ぐらい水を足します。これとまた同じ量ぐらいの水を足します。こんな感じ、こんな感じ、わかりますでしょうか。濃い線で絵を描くときはこのぐらいの加減がいいと思うんですけど、さらにこの絵の具と同じ量の水を入れるとトロッとした感じがするんですけど、ベトッとした感じがもうなくなりました。これよりもちょっと薄めてもいいんですけど、だいたいこのぐらいの水加減で描き始めます。このぐらいの水加減で、こんな感じですね。木綿の T シャツってすごい水分を吸います。なので水分が少ないとすごく描きづらいです。絵の具のほとんどが T シャツに吸い込まれてしまって、あの絵の具の伸びがとても悪いです。でもこのぐらい水を足すと絵の具の伸びもまあまあ良くなります。このぐらいで結構濃い色が出ますね。で、水を混ぜないで描くとどうなるかっていうと、ちゃんと描けます。でも固まった時にすごく硬くなります。またなんで T シャツを着る時に着心地が悪くなります。今度はここにさらに水を足します。今残ってた量の絵の具と同じぐらいの水を足しました。で、さらに
その半分ぐらいの量、まあ大体 1.5 倍に薄めた感じですね。こんな感じの水分の多い絵の具になりました。ちょっと筆を濡らして さらに薄まるんですけど、こういう感じ、少ない量の絵の具を毛先にちょっとだけつけて、こういう感じで絵を描くこともできますが、そういう風にも描いてみたいんですけど、今日はちょっとこの辺は濃くなりましたが、少ない量の絵の具を薄く塗るとこんな感じで、少ない量の絵の具で毛先でこうやって描いています。そうするとこんな感じになります。筆に絵の具を染み込ませて描くと、こういう線に濃い色が出ます。絵の具に少しずつ水を足していますが、このぐらい水っぽくしても結構濃い色が出ます。で、別の動画でこの T シャツ描いたんですけど、これの何倍も水を入れてこうやって描きました。結構しっかりした色が出て、で、この T シャツ20回以上多分洗濯してると思うんですけど、色がちゃんと残っています。色落ち全然してないかっていうと、多少は落ちてはいます。なので、水をすごいたくさん入れて、絵を描くときは、このファブリックメディウムを入れた方が定着は良くなります。ちょっとついでに、今日はアクリル絵の具を使ってるんですけど、アクリル絵の具とは別にアクリルガッシュというものがあります。アクリルガッシュはアクリル絵の具に比べてアクリル樹脂の量が少ないので、アクリル絵の具ほど定着が良くありません。なのでアクリルガッシュで描くときは布用のメディウムを使うことをお勧めします。色一色でちょっと描いたんですけど、ちょっとこれを乾かして、それで乾いたら別の色を足していこうと思います。今日は天気が良くて暑い日なので、絵の具も乾いてると思うんで続きを描いていきます。違う色を使うんですけど、水加減もちょっと変えていきます。紫、白ですね。で、銀をちょっと入れます。水を入れます。絵の具と同じぐらいの量を入れました。さらに今ある絵の具の量と同じぐらいの水を足して、3倍ぐらいに薄めてるって感じですね。で、この水加減も天気によってちょっと変わっ、天気とか湿度によってちょっと変わってくるので、その辺をちょっと加減しながら、水を加えたりしてみてください。ベタベタしないけど、水がこうやっても垂れてこないぐらいの硬さの絵の具です。違う種類の青、シアンをちょっと足します。シルバーもちょっと混ぜます。だいたい3倍ぐらいに薄めて、こっちはだいたい4倍5倍に薄めてみました。
シアンをちょっと。で、イエロー。ちょっと水っぽい感じ。多分、4倍から5倍に薄めました。黄色。白。タローグリーンをちょっと入れます。水はほんのちょっと入れて、だいたい倍ぐらいの水を入れて、ちょっとこれを入れて、ちょっと水を含ませて、こんな感じ。またこの残ってるブルーでちょっとパープルをブルーに足して、ちょっと乾かします。こんな感じで乾きました。今日は天気も良くて風の心配もなくて、こういう天気の日に T シャツの絵を描くのって結構好きです。これを外してみましょう。こんな感じです。こんな感じですね。 T シャツにアクリル絵の具で絵を描くと洗濯しても大丈夫なんですけど、ただ絵を描いたばっかりの時に洗濯しちゃうと色落ちしてしまいます。アクリル絵の具の定着に数日かかるって言われているので、少なくとも絵を描いた翌日、もしくは翌々日に洗濯することをお勧めします。こんな感じでアクリル絵の具で T シャツとか布に絵を描くことができるので、よかったら皆様も試してみてください。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。